メレアグロス。メレアグロス、ラテン、文字天気、は、ギリシア神話に登場する英雄である。アルゴナウタイの一人で、カルドーンのイノシシ狩りの中心人物。ラテン語表記でメレアゲルトも。彼は、アイトーリアのカルドーオン王、オイネウスと王妃アルタヤーの子だが、実の父は、アレースとも言う。ヘイラクレースの妻となったデイアネイラは、メレアグロスの妹である。 メレアグロスが生まれて七日目に、アルタイアーの寝室に三人のもいらいが現れた。クロウトウはメレアグロスが高貴な人物となるであろう。ラケシスはメレアグロスが武勇に優れた英雄となるでろう。とそれぞれ予言し、アトロポスは滝木を炉に投げ入れ、この滝木が燃え尽きないうちはメレアグロスは生きているであろうと言った。アルタイアーは、炉から滝木を取り出して火を消し、誰にも見つからないように箱の中に隠した。 メレアグロスが成人すると、豪遊無双と歌われるようになり、イヤーソン率いるアルゴナウ隊にも参加した。特にやり投げを得意とし、アルゴナウ隊の冒険から帰還後、イオールコスで、ペリアースの奏霊を記念した、競技会では、やり投げで優勝するほどであった。メレアグロスは同じく、アルゴナウ隊の一人、イーダースの娘、クレオパトラーを妻とした。ある時、父のオインデウスが、 アルテミスへの生け贄を忘れたことで、アルテミスはその罰として、巨大なイノシシをカリュドーンに放った。イノシシは、オイネウスの家畜や使用人を殺し、作物に大損害を与えた。オイネウスが、イノシシ狩りの仲間を募ると、ギリシア全土から続々と勇士たちが集まった。狩りの参加者は次のような顔ぶれである。スパルタから、カストールとポリデウケースの双子。 メッセネからイーダーストリュンケウス、アテーナイからテイセウス、ダリッサからペイリトス、イオールコスからイアーソーオン、ペライからアドメートス、ピロスからワカキネストール、プティアからペーレウスとエウリュティオーン、テーバイからイーピクレース、アルゴスからアムピアラオース、サラミースからテラモーン、マグネシアからカイネウス、アルカデアからアンカイオスとケーペウス、そして、こう一点のアタランテ アンカイオスとケーペウスは、狩りに女を加えることに意義を唱えた。しかし、メレアグロスはアタランテイに恋心を抱いていたので、彼女の参加を認めた。アルタイヤーの兄弟たちは、おいのメレアグロスが妻を持つ身にもかかわらず、このような振る舞いをすることを不吉と見て、アタランテイを警戒した。狩りが始まると、一体から距離を置いて進んでいたアタランテイを犯そうと、 ケンタウロスのヒューライオスとロイコスが襲いかかったが、二人ともアタランテイに射殺された。イノシシはネストールを襲い、ネストールは木の上に逃れた。そこをイアーソーオンとイーピクレースが狙って槍を投げたが、イーピクレースの槍がイノシシの肩をかすめただけだった。テラモーンとペーレウスが進み出たが、テラモーンは木の根につまずいてしまい。 ペーレウスがテラモンを抱き起こそうとするところに、イノシシが突進してきた。アタランテーが矢を放つと、矢はイノシシの耳の後ろに刺さった。イノシシは一旦逃げたものの、間もなく再び突進してきた。アンカイオスがその前に立ちはだかって、斧を振り下ろしたが間に合わず、イノシシに腹を突かれて死んだ。動転したペーレウスが槍を投げつけたところ、手元が狂って、エウルティオオンを殺してしまった。 その時アムピアラオスの矢が、イノシシの目を射抜き、テイセウスとメレアグロスが槍を投げた。テイセウスの槍は外れたが、メレアグロスの槍は、イノシシの脇腹を貫き、痛手と刺さった槍のために、イノシシがぐるぐる回るところをメレアグロスが手槍で、とどめを刺し、ようやくイノシシは退治された。メレアグロスは殺したイノシシの皮を剥ぎ、一番の手柄は、 アタランテイであるとして川をアタランテイに与えた。これに対して、メレアグロスのオジプレイクシッポスは、とどめを刺したメレアグロスが手柄を誰かに譲るのなら、名誉の川は、オイネウスの義弟である自分のものだと主張し、やはりオジのトクセウスは、はじめに、イヌシシの血を流したのはアタランテイで吐くイーピクレイス、だったとして、同調した。この争いの結果、ついにメレアグロスは二人を殺してしまった。 アルタイヤーには他にも兄弟がいて、メレアグロスと戦いとなった。息子が自分の兄弟たちを殺したと知った、アルタイヤーはメレアグロスを呪い、しまってあった滝木を燃え盛る炉に投げ入れた。この時メレアグロスは戦いの最中であったが、たちまち焼けつくような痛みを感じた。メレアグロスは痛みに耐えながら戦ったが、滝木が燃え尽きた時、ついに敵に殺された。 アルタイアーとクレオパトラーは首を吊って実施し、メレアグロスの姉妹たち、メレアグリデスは声を上げて嘆き悲しんだ。アルテミスは、メレアグロスの姉妹たちを、ホロホロ蝶の姿に変えた。この時、ディオニューソスはアルテミスに対し、レイアンレーラが、自分とアルタイアーの子であると告げ、彼女と仲の良いゴルゲーの二人だけは鳥にされなかったという。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。